どうも皆さんこんにちは。そしてこの施設は何でしょうか？答えられた人には等しくん人形1トンをお届け。世界不思議発見で絶対に勝てるな。ちなみに送料は着払い。マジでとんでもない金額かかりそう。そして正解は天空 TT。 結局スポナー見つからなかったのか？いや、毒蜘蛛スポナーが拠点の真下にあったんだけどね。放置してたら村に襲撃来て村人が3人ぐらい犠牲になったから使わないことにした。確かにトラックとして欠陥すぎるな。まあこの TT もちょいちょいモブが落下死しちゃうんだけどね。でもこれのおかげでだいぶ性能いいタイドトライデントができたわ。そして今40レベルあるからね。ドロップ増加狙っていくわよ。あとこの TT もう一個欠陥があって。欠陥あるものしか作れないの？ちょっと位置ミスったせいで陸地にも敵はいちゃうのよね。まあ私から距離離れてて動けないし、湧いてたとしてもゾンビとかだろうからなんとかなるし、まさかそんなここにヤバいモブが湧くなんてことはありえないでしょ。明らかにヤバいモブいない。まあ位置的に有利なのはこっちだし何が湧いてても問題なし。そもそも高さミスったのは問題ありだと思うんだが。だって天空 TT とかあんま作ったことなかったし。このチャンネルで作った天空 TT ロボ用しかなかったしな。あれは天空 TT だったから脳幹みたいなもんでしょ。天空 TT とかいう新しいジャンルを作るな。そして矢を持ってなかったから TT に取りに来たわ。スケルトンのドロップと一緒にしまってたみたいだな。というかどうせならトライデント使えばよかったかも。耐久力3ついてるとはいえ400しかないし、弓でいいと思うけどな。それじゃあゆっくり霊夢、ただいま戻ったわよ。いざ尋常に勝負。デスポーンしたみたいだな。デスポーンしたみたいね。まあ私におじけづいて逃げたってことで。どちらかというとお前の方が逃げてたけどな。それじゃトライデントのせ、わあびっくりした。なんだファントムか。急に冷静になるの怖いからやめろ。まあずっと天空 TT で放置してたし、そりゃ湧くよねって感じだわ。まあトライデントで鳥の串刺しにしてやるわ。こいつらの肉で焼き鳥パーティーだぜ。ファントムの肉は、なんだろう、食べたら誰もなったことないような病気になりそう。というかこいつらにトライデント絶望的に相性悪くない？お前のエイムも絶望的だしな。あとこのトライデント、敵を貫通するみたいなこと書いてあったけど、貫通して、ない気がするんだけど。中性をつけるとダメとかそういうのがあるのかもな。でもさすがにトライデント、中性ないと使いづらいし。まあ仕方ないかな。まあそれは一旦置いといて、とりあえずドロップ増加だそうか。出せるものならな。いやいや、さすがに何回もエンチャすればいけるでしょ。半月このシリーズ出なかったのってドロップ増加が出なかったからじゃないのか。だとしたらいくらなんでも運悪すぎるでしょ。いやでもなんか言われてみたら出ない気配出た。やっぱ私にかかればこんなエンチャちょちょいのちょいよ。感情が急上昇しすぎて耳キーンとしそう。それじゃドロップ増加も出たことだし、前回諦めたレアドロップの方狙っていくわよ。だが海に行くってことはシーサーペントがいるかもしれないわけだからな。やっぱり今回も諦めようかな。まあでも今回は海王装備もタイドトライデントもあるし、ほら見てこのアマちゃんレベル100みたいな装備。ジンベエザメぐらいなら人差しで行ってそうな見た目。ただ結局シーサーペントの攻撃力じゃ耐えきれないっていうのがね。この防具よりも防御力高いドラゴン防具であれだったからな。真っ向勝負じゃまず勝てなさそうだぜ。お、前回見つけた海底神殿に来たわね。だな、この装備なら水中呼吸つくしよってこうぜ。防具着ただけで水中で呼吸できるってどうなってるんだろ。プラシーボ効果だろ。じゃあ気づかないうちに溺れるじゃん。いやいや、プラシーボ効果はすごいぞ。吐き気だったり頭痛だったりがそれで止まるからな。水中呼吸とはわけが違うから、水中で呼吸できるって思い込んで海入っても結局溺れるから。そして画面は海底神殿に侵入済みだな。スポンジは今後水抜きで欲しいし、シーランタンも建築で使うんじゃないかな。お、ついにこの環境でも建築する気。村人が建築に使うんじゃないかな。やっぱり自分じゃ建築しないのか。だって私があの村に建築したとするじゃん。景観ぶち壊しだよ。自分で言ってて悲しくならないのかそれ。お、一体目のエルダーガーディアン発見。どうせなら水中だしトライデントで。いやでもやっぱりこっちの方が楽なような気がしてきた。親の壁貫通より見た壁貫通。でもなんか気のせいかもしれないけど採掘速度低下のせいで剣振るの遅くない？攻撃速度に影響はないと思うんだが。どうなんだろうな。これならアウェイ&アウェイでトライデント使った方がいいわね。ただの敵前逃亡じゃねえか。おお、下から急に出てきたけどこれもトライデントで、ガーディアンがガーディアンを守った？これは感動の物語として映画化決定だぜ。でも今のタイドトライデントが貫通してくれたらどっちもやれてたけどね。クリエイティブで試した感じ、エンチャントとか関係なしに敵貫通しないの。もはやこの文章景品表示法違反じゃない？
というか思ったよりトライデントって地味なのね。十分かっこよくていいと思うんだがな。弓みたいに溜めなきゃいけないのが面倒だなって。確かにそうだが、水中でもまっすぐ飛んでくのはいいと思うぞ。殴った方がいい気がしてきた。トライデントはそういう武器じゃねえから。よし、これで最後ね。結構飛ばしたな。思ったよりトライデントと海底神殿が地味だったかも。まあメインの目的はここのブロックだしな。もっと強い敵がいないと話にならないな。じゃあ海底神殿の中にシーサーペント沸かせとくな。これぐらいの難易度でちょうどいいです。やめてください。許してください。採掘速度低下なくなったし、スポンジ回収。水を一気に消せるのはマジで助かるからな。大事なアイテムだぜ。それじゃ欲しいブロックはざっと取ったし、離脱するわ。出てすぐにシーサーペントいたりしてな。そんなことになったら私、サブノーティカ引退するわよ。唐突に飛び火するサブノーティカさん。海でなんかあったら全部サブノーティカのせいだから。犬居たくみみたいになってない？海底神殿から出て別方向行ってるんだけど、またシーサーペントだ。うわうわ、何マジで雷鳴うるさいな。チャンネル名がチャンネル名なだけに自虐にしか聞こえない。とりあえず陸地に登る。これがだってやっぱ近くでクリーパー爆発する。クリーパーさんが自爆してまでシーサーペントに攻撃を。クリーパーが自爆するのはいつものことじゃね。クリーパーさんが繋いだこのチャンス、無駄にはしない。とりあえず寂しくないように近くにいたクリーパーもそっちに送っておきますね。やってることだいぶ畜生じゃない。今そっちに行きますからね。それ自分が死ぬ時に言うセリフだろ。それじゃシーサーペント、態度トライ、どこ行っちゃうの。トライデントを。シーサーペントの上を通り抜けてったけど、うおお、シーサーペントが飛んだ。今の飛び方マジで竜みたいだったな。昔話始まりそうな感じだったわね。ぼうやーよい子だねんねしな。あの曲なんか昔怖かったイメージある。なんかそういうのあるよな。ノーモア映画泥棒のやつとかも昔は怖かったんだぜ。お、今ちらっと海底にヒッポカムポス見えたわね。全くどこにいたかわからないんだが。ほらほら、あそこ。そんなんじゃ宇宙旅行で海しかない惑星に墜落した時生きていけないよ。そもそも私たちが生きてる間に宇宙旅行とか実現するのか。昆布で手名付け成功。進捗も達成。フリミリ、元ネタはシャチと少年のこういう映画にょんね。ただ大事なもの一つ忘れてた。馬と同じでサドルないと乗れないじゃん。ここから村までどれぐらいあるんだ。1000メートルは超えてるわね。よし、じゃあ頑張って鳥に戻るぞ。ついてきたりもしないなぁ。馬と同じだからな。まあ持ってこなかった自分を恨むんだぜ。結構時間かかったけど、とって戻ってきたわ。朝に取りに行ったはずなのにもう日が沈みそうなんだぜ。ただ苦労した分、移動速度は桁違いよ。桁違いすぎてチャンクの読み込みが追いついてないけど、ゲリラ世界の時の戦闘機思い出すんだぜ。まあこれでセイレインとヒッポカムポス探して、レアドロップ出していくわよ。こいつがレアドロップ出すって言うと全然出ねえからな。ありとあらゆるシリーズで物欲センサーを発揮しちゃうからね。早速発見、ドロップ増加の詐欺にしてやる。目の前で同族が狩られてるの見させられるヒッポカムポス。というか何これ？なんか変なダメージ受けてるんだけど。ヒッポカムポスもお前も溺れるわけない。まあ、あたお前かー。親のシーサーペントより見たシーサーペント。マリサの親シーサーペント飼ってたり壁貫通してる？ちょっと待ってヒッポカムポス。何この泳ぎ方。クロールの息継ぎずっとしてるみたいな。ふぅ？これぐらい逃げたら平気かな？シーサーペントよりも早いのはマジで助かるな。マジで海をこれだけ早く移動できるのは楽だな。若干早すぎるけど、探索にはもってこいの速度ね。って待って、やばいかも。危険を察知。離れたとこに一体いるだけじゃないか。ちょっと見づらいけど、ここにもいるのよね。というか左上のカウンターが怖すぎるんだけど。気にしない気にしない。いや、このカウンター不穏すぎるんだけど。むしろこれがあるせいでシーサーペント湧いてない。ゆっくりは後付けだから心配しなくていいぞ。メタすぎてカエルに波紋流せそう。というか奥でなんか飛んでるし。ちなみに今のシーンさらに奥にもいたぞ。頭おかしいぐらい湧いてない。略して頭湧いてない。だいぶ暴言になっちゃうから略さないで。というかセイレインの島あったから耳栓しないと。セイレインに魅了されなくなるアイテムにょん。また奥で飛んでる。個体っていくらなんでも湧きすぎでしょ。ついでにおかわりだぜ。モブカルってレベルじゃないわよこれ。でもあそこのセイレインは倒しておきたいし。待って、また新しいのいない？もはやどれが新しいのかすらわからなくなってきたぜ。2体同時に攻めてきた。一旦建物内入って。わあ、アップ内ギリギリセーフ。どっから声出てるんだよそれ。もう最悪なんだけど、完全に包囲されてる。さっき見つけた6体全部ここ向かってきてそう。とりあえず赤いやつは倒したんだけど、あと近くに何体いるの？少なくとも青と紫の2体がいるんだぜ。青見つけた。ただトライデント外した。ってちょっと待って、それはやばい。もうやだ。
二度と海行きたくないんだけど、一生村にこもっていたい。タイトルが村で村人たちと生活になりそう。あれ？アイテム回収行かなきゃダメ？無限とシルクタッチ、ドロップ増加がなくなっていいなら行かなくてもいいぞ。だんだん吐き気がしてきたかも。仕方ないから来たはいいんだけどさ、もうすでに右で黄色いのが飛び跳ねてるんだけど、左方向に青のシーサーペント追加入ります。この世界海が一番鬼畜じゃない。どっちも元気に飛び跳ねてるな。有価証見る感覚でシーサーペント眺めないで。あ、やばい、なんか2体両方に気づかれた気がする。そうかそうか、まあ2体じゃなくて3体いるんだけどな。もうやだ、帰らせて。だっておかしいでしょこの状況。私の背後でデンライナーが連結する時みたいになってるもん。色も青、金、紫でちょうどいいな。あとはお前が赤だから完璧だぜ。連結どころかそのまま食い殺されたわよ。な、なんとかシーサーペントを抜けてここまで来れた。来れたのはいいが、ここからどうするんだ。いっそピースフルにしない。元も子もなさすぎる。一応弓は拾えたけど、やっぱこっち向かってきてる気がする。ってあれ？どっか行った。だー、ふっざけんなマジでこのクソヘビー。セリフがもはや悪役なんだが、もう何が何でもここから出ない。この隙間だけで倒してやる。ってあれ、どっか行った。代わりに左から小さいシーサーペントが来てるな。もうこれ以上はやめて。お代わりもいいぞ。それ死亡フラグだから本当にやめて。マリサがフラグ立てたせいで紫の方まで襲ってきた。やめてこないで。ってあれ、どっか行ったかな。急に顔出さなくなったんだぜ。と思ったら上の蜘蛛の巣に引っかかってる。うっぱ降ってきた。こないで一生引っかかってて。でも最初の青いやつがどこ行ったかわからないし、よしこれでかかってきなさい。リスチ固定して蜘蛛の巣の罠仕掛けた上で言うセリフじゃない。もう死にたくない。体を遮蔽物に隠しながら、絶対シーサーペントが入ってこれなさそうな狭いとこで戦ってるあたり、ウプ主の恐怖心が見えるぜ。恐怖心、俺の心に恐怖心。まあとりあえずこれでここを襲ってきた奴は全部倒したか。これ以上来られたらね、本当にピースフルにして逃げるから。もういいや、レアドロップ1個もないけど買える。完全に意気消沈しきってるじゃねえか。海のレアドロップはね、最終回で一番強い装備になった時に狙うわ。果たして最強の防具でもシーサーペントの攻撃は耐えられるのか。正直言って無理そうな気がするよね。キロでヒッポカムボス見つけたし、これだけ倒しておこうか。こいつが落としてくれればまだ楽なんだがな。そうね、お願いだからレア。って、なんかから攻撃された。ドラウンドのトライデントってわけでもなさそうだな。でもシーサーペントとか近くにいないしね。って待って、痛い痛い、これ絶対また見えなくなるバグ起こってるって。パート6でも似たようなこと起きてたな。もうさすがに無理。ピースにする。限界だ、押すね。何の迷いもなくピースフルにしたな。もう本当に怖い。このヒッポカムボス倒して帰ろう。当分マイクラで海には入りたくない。本当に最終回まで来なくなりそう。ふぅ、ヒッポカムポス連れて無事戻ってきたわ。だんだんと海に対するトラウマが増えていくな。嫌な思い出しかないかもしれない。ってちょっと待って、いつの間にヒッポカムポスからレアドロップしてた。やったー、ヒッポカムポスのヒレか。これでも伝説武器が作れるんだぜ。ボートこれで完成。ヒッポカムポスハリセンね。吐き気を与える、完全にマルチで嫌がらせする用の武器だけど、伝説武器コンプが目標だからね。これも大事だわ。それじゃ今回はこれ飾って終わろうか。最後の最後に苦労が報われてよかったんだぜ。まあだとしても、当分海は見たくもないかな。私の心を癒すためにもチャンネル登録、コメント等お願いします。露骨で唐突な米稼ぎ&登録誘導。それではご視聴ありがとうございました。